さあ両者リング中央へ目線が交錯します。左側京谷勇気、右側タケルの一戦です。さてクラッシュルール、蹴りとパンチに特化したルールとなっています。タケルの方がグローブとグローブを合わせませんでした。さて解説は格闘技ライター中村匠さん、そして小比類巻孝之選手です。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さてまず中村さん、軽量級の楽しみな一戦実現となりました。はい、そうですね、もうタケル選手の方はもうクラッシュの第1試合の常連ファイターで、もうここまで無敗できてて、しかも KO 率も高くて、はい、本当にこうクラッシュの火付け役というか、試合の大会のこの火をつける、もうそういう役割になっている選手なんですけども、この対戦相手の京谷選手の方も、まあ、ディープキックっていう、まあ、関西の大会を中心に、はい、試合している選手で、まあ、本当にアグレッシブでパンチの強い選手なので、まあ、噛み合う試合になることは、まあ、間違いないかなと思ってますね。こうして見ていますと、序盤小比類巻選手、京谷の一撃が強いですね。そうですね、パンチが強いですよね。距離感もうまいし、はい、右を手前リードジャブとしています。ジャブと言いますか、もう本当に叩き込むという印象ありますよね。そうですね、ちょっとフック気味でかぶせるような感じで強いですパンチ打ってますね。はい、大阪から殴り込んできた青いグローブの京谷、ここまで高橋拓也、それから津田達也に KO 勝利があります。あのパンチ、顔面を捉えた。まずいい形、小比類巻選手、この右が顔面を捉えます。はい、そうですね、右が重いですね。追撃、アッパーもある。タケルも返す、タケルの右、あしかし腰が一瞬落ちかけました。タケル、いやタケル選手がちょっとこうやって打ち、ああダウンか、ダウンですね、ダウンですね。まあ、こうパンチの打ち合いで負けるっていうシーンがなかなか今までなかったので、ちょっと驚きましたね。今まで5戦全勝、はい、4KO のタケルです。ちょうどタケル選手がちょっと構えサウスポーにスイッチしたりもしてたんですけど、そこでうまく京谷選手の右のパンチが当たりましたね。はい、ああ小比類巻選手、これさらに京谷が全身ファイトです。そうですね、一発がやっぱり京谷選手の方が強いですね。はい、で一発聞いたところにタケル選手が気持ちが強すぎるので、そこで逆に前に出たので、はあ、なおさら聞いちゃって、さっきのダウンですよね。はい、そうですね、タケルの方も前に出て、うん、右左ですが、それを比べるような展開になると京谷が勝るか。まあ、タケル選手もすごく攻撃散らしたり蹴りもできる選手なので、はい、まあ、ちょっとここはうまくごまかしてもいいかなと思うんですけどね。そうですね、やっぱり気持ちが強い分いってしまうんですよね。はい、自信があるんでしょうね。これもロープに詰めて膝も繰り出してきます。京谷、タケルが苦境に陥っています。得意のローキックから膝ですが、右のパンチ、さらに左のフォロー。京谷出血しています。タケルデビュー以来、中村さん、最も苦しい展開になりましたね。はい、ここまでちょっと追い込まれた竹谷選手、初めて見ましたね。残り時間が少ない。しかし京谷のプレッシャーが強力です。右左、タケルはまだできるという意思表示ですが、これ小比類巻選手、鼻でしょうか。そうですね、もう鼻血がすごかったんで、おそらく鼻が折れたかしてると思います。